私は30歳過ぎてからビキニフィットネス GBBF のビキニフィットネスをダイエット目的で始めました。7年前右も左もわからないままビキニフィットネスへの第一歩を踏み出す、その一歩がまさか世界一への道へつながっているとは思いませんでした。ビキニフィットネスがへの挑戦が私の体を変え、そして心も変え、そして人生までも変えることができました。自分と未来は変えられるということをビキニフィットネスが教えてくれました。それと同時にいつかという夢が叶うこともビキニフィットネスが教えてくれました。私は30歳までぽっちゃりオイルだったんですけれども、その一歩を踏み出したことで大きく人生が変わりました。今回新たな一歩を踏み出したいとそう思っていらっしゃる方々がいらっしゃれば、ぜひドリームモデルに挑戦していただきたいと思っております。今回ずっと私が思っていたことが、ビキニフィットネスと出会って私の人生がとても幸せなものになりました。なので私と同じように一人でも多くの方がフィットネスを楽しんでいただきたい、そう思っております。なのでいつか誰でもいつからでも楽しめるフィットネス競技を開催したいとずっと思ってまいりました。今回ゴールドジム様のご厚意で8月21日のマッスルゲートでドリームモデルという新競技をハボリンク主催で開催させていただくことができます。本当に私のいつかという夢が叶わせていただけたゴールドジム様に本当にこちらの場をお借りして心よりお礼申し上げます。ドリームモデルは GBBF のビキニフィットネスやフィットモデルと同じように女性の美しさ、美のトータルパッケージを審査される競技です。そして健康的な体はもちろん、コスチューム、ヘアメイク、頭のてっぺんからつま先まで全ての女性らしい優雅なものが審査されます。初めての方が挑戦していただきやすいように、コスチュームはこのイブニングドレス1つ、そしてポージングはフロントとバックのみで審査されます。フィットネス競技にいつか挑戦してみたいと思ってらっしゃる方、ぜひいつかという夢が叶う、その夢のステージがドリームモデルです。私もビキニフィットネスへの第一歩で人生を変えることができました。フィットネスドリームモデル挑戦によって皆さんの夢を叶えてください。そして私と一緒に自分と未来を変えられるということを証明していただきたいなと思っております。